三オ薫、ゴール直後の自撮り映像に、A ファン興奮、美しく最高。メッシー上になる。リバプール戦で、決勝弾。海外サッカー、A 一部プレミアリーグのブライトンに所属する、日本代表 MF 三笘薫が29日、FA カップ4回戦で、リバプール相手に決勝弾。2-1の勝利に導いた。後半アディショナルタイム、アットに右足で、スーパーゴール。 試合後、クラブ公式ツイッターに映像で登場し、ファンにメッセージ。自撮りに海外ファンも、私たちのヒーローをありがとう。美しく最高のゴールなどと、歓喜のコメントを書き込んでいる。見事なタッチから決勝点を決め、またもリバプール相手に輝いた、ミトマ。試合直後に、ブライトン公式ツイッターは、自撮りするミトマのメッセージを動画で公開した。英語で、ハロー、ブライトンファンの皆さん。 素晴らしい応援、ありがとうございます。またすぐに会いましょう、と語り、最後は微笑みながら力強くサムアップしていた。これに A ファンも彼と安く契約できていることが信じられない。彼はブルーロックアカデミー出身だぞ。私たちのヒーローありがとう。美しく最高のゴールをありがとう。カオル・ミトマはトップオブトップ。メッシー上になる。鳥肌が立ったよ。 この調子で頑張ってなどと反応していた。また日本のファンも可愛いなほんまに。あなたは日本の誇りです。イケメンなどと興奮気味だった。三マはリバプール相手に14日、日本時間15日のリーグ戦でも先制点を演出。3-0の勝利に貢献していたが、またも名門撃破の盾役者になった。三マカオルの劇的決勝ゴールに反響をやまず。 元日本代表 MF もこれが認まってるってことか。国内外で3時続々。後半アディショナルタイムに劇的な決勝ゴールをマーク。イングランド一部ブライトンの日本代表 MF 三笘薫は現地時間1月29日の FA はカップハイ4回戦でリバプールと対戦し2対1で勝利。後半アディショナルタイムに劇的な決勝ゴールをマークした。 最高の瞬間を迎えた三マに対し、SNS 上でも反響は止まらず、海外メディア公式 SNS も動画を引用し絶賛した。左サイド MF で先発した三マは、立ち上がりから DF トレント・アレクサンダー・アーノルドとの1対1を制して、サイドを切り裂くプレーを見せる。 チームは前半30分に先制を許すも、9分後に DF ルイスダンクのゴールで追いつき、1-1の同点のまま試合の終盤を迎えた。後期を創出していた三マに、後半アディショナル2分に劇的瞬間が訪れる。セットプレーの流れから、ペナルティーエリア内右で流れたボールを受けた三マ右足で軽くボールを浮かせて、DF ジョーゴメスをかわすと、 そのまま右足でシュートを蹴り込んだ。空中で相手を欺く超絶テクニックで翻弄した一撃で、前年王者を敗退へと追い込んでいる。SNS 上では、国内外のファンからの反響が、取り留めなく寄せられ、なんて才能だ。信じられない。注目の的だ。2タッチ目が異次元。無双状態、いつまで続くんだ、と、コメントが殺到。 また、日本の人気漫画、ブルーロックの登場人物になぞらえて、お兄さんもしかして、ブルーロックさん、ブルーロックのなぎじゃんといった声も上がった。さらにスポーツチャンネル、ラゾーン公式ツイッターで、この映像が投稿されると、引用リツイートで、元日本代表 MF 石川直宏も、これが認まってるってことか、と反応。 米スポーツ専門局 ESPN 公式ツイッターでも動画が取り上げられ、三島薫はスペシャルだと賛辞を送り、賞賛の声は国内外で止むことを知らないようだ。三島は本当にいい選手で大変だった圧巻後ラッソの三島薫に敵将クロップも脱帽気分が悪い。左サイドは大丈夫だったが逆側のトレントが2失点とももっとうまく守れたはずだ。 適将も脱帽の活躍だった。1月29日に開催された FA カップの4回戦で三笘ルが所属するブライトンが強豪リバプールとホームで対戦。2対1で劇的な勝利を飾った。開催30分に速攻からハービーエリオットに流し込まれ、先制を許したブライトンは、しかし39分、ショートコーナーの流れからタリクランプティがシュート。 これがルイス・ダンクの足に当たってゴールに吸い込まれ、前半のうちに同点に追いつく。迎えた90プラス2分、セットプレーの流れから、ペルビス・エスト・ピナンの折り返しを受けた、三マが浮き玉をトラップし、さらに空中でワンタッチして、DF をかわし、最後はアウトサイドキック。鮮やかなシュートで劇的な決勝ゴールを奪ってみせた。 試合後、敗れたリバプールのユルゲン・クロップ監督のコメントを A 公共放送 BBC が伝えている。0対3で敗れた前回対戦より、今日は良い試合ができたが、セットプレーから2失点を許してしまった。決して許されない。そう不満を漏らした指揮官は、トマに再三突破を許した右 SB、トレント・アレクサンダー・アーノルドについても言及。 左サイドのロブ、アンドリュー・ロバートソンはサポートできたので大丈夫だったが、逆サイドのトレントはサポートを受けられなかった。ミトマは本当にいい選手なので、もちろん大変だったとこぼしている。2失点とももっとうまく守れたはずだ。気分が悪い。ドイツ指揮官は最後に、やがてポジティブな結果が得られるかもしれないが、次のラウンドに進みたかった。ブライトン、おめでとうと締めくくった。 三オ薫 FA 杯リバプール戦で劇的決勝弾。主君のパフォーマンス披露。ブライトンを2位勝利に導く。FA カップ4回戦でリバプールと対戦。三マは公式前7試合連続で先発。イングランド一部、ブライトンは現地時間1月29日 FA カップ4回戦でリバプールと対戦し2対1で勝利した。 日本代表 MF 三オ薫はスタメン入りを果たし、公式戦7試合連続で先発のピッチに立った中、後半アディショナルタイムに決勝ゴールをマークし、劇的勝利に貢献した。三マは昨年のカタールワールドカップ後、ブライトンで好調ぶりを際立たせ、直近の公式戦5試合で3ゴール1アシストをマーク。21日に行われたレスターシティとのリーグ戦では、 先列ミドルで先制ゴールをマークするなど、好調ぶりを示す中、リバプール戦でも先発のピッチに立った。主戦場の左サイドでプレーした三マは、試合序盤から持ち前のドリブル突破で見せ場を作ると、前半21分にはリバプールゴールへと迫った。左サイドから、緩急自在のドリブルで中央へ進むと、相手3人に囲まれながらも、FW エヴァンダーガソンへパス。 落としを受け、そのままゴール前へ進み、フェイントから左足シュートを放ったが、シュートは当たり損ねてゴールとはならなかった。相手ゴールへ迫る場面が多かったブライトンだったが、同30分、リバプールにカウンターを許すと、右サイドを駆け上がった FW モハメド・サラーのラストパスを FW ハーベイ・エリオットに決められ、失点。 それでも、同39分、CK の流れで相手のクリアボールに反応した DF タリックランプティのミドルシュートが DF ルイスダンクに当たって同点ゴールを奪った。1対1で前半を折り返し迎えた後半も、ブライトンは三笘にパスを集めながらチャンスを作る。 同10分、左サイド深くでボールを持った三マは、イングランド代表 DF トレント・アレクサンダー・アーノルドを翻弄する突破から、ペナルティーエリア内へと侵入。クロスは得点につながらなかったものの、自慢の突破から見せ場を作った。同26分には、左サイドのオープンスペースでパスを受けると、右足アウトパスから MF ソリーマーチの決定機を演出するなど、存在感を発揮。 すると、後半アディショナルタイム、ゴール前でボールを受けた中、フェイントから右足シュートで決勝ゴールをマーク。試合はそのまま2対1で終了し、ミトマの主君の活躍により、ブライトンが次ラウンドへ進出した。ミトマカオルがリバプール DF に恐怖を与えた劇的曲芸ゴール驚異的スタッツを海外絶賛。 サイさんのチャンスメイクで絶大な存在感。後半アットには決勝ゴールマーク。イングランド一部、ブライトンの日本代表 MF 三笘薫は1月29日の FA カップ4回戦のリバプール戦で後半アフィショナルに決勝ゴールをマークし2対1での勝利に貢献した。得点シーン以外にもサイさんのチャンスメイクで絶大な存在感を示した中、 リバプールの DF に恐怖を与えたと、その活躍と、驚異的なスタッフが絶賛されている。4年4月2日の左サイド MF で先発したミトマ、三マ立ち上がりから DF トレント・アレクサンダー・アーノルドとの1対1を制して、サイドを切り裂くプレーを見せ、再三にわたって後期を創出していた。チームは前半30分に先制を許すも、 9分後に DF ルイスダンクのゴールで追いつき、同点のまま試合の終盤を迎えた。一向した展開の中、試合を決めたのが三マだった。後半アディショナル2分、セットプレーの流れから、ペナルティーエリア内右でボールを受けた三マは、右足でボールを浮かせて DF ジョーゴメスをかわすと、そのまま右足でシュートを蹴り込んだ。 空中で二度ボールを蹴る曲芸のような超絶テクニックを絡めたスーパーゴールで前年王者を敗退へと追い込んだ。A メディアスクワウカの公式ツイッターはこの試合での三笘のスタッツを紹介。試合を通じて57回のボールタッチを行い、デュエル勝利は8回、テイクオン成功は両チーム通じて最多の6回を記録した。その他にもクロス3回、シュート2本ともに枠内。 ファウル獲得2回、ビッグチャンスクリエイト1回、そして1得点を記録。リバプールの DF に恐怖を与え、その上で決勝点を決めたと、その圧倒的なパフォーマンスが賞賛を浴びている。14日のプレミアリーグ第20節での3-0勝利に続き、またしてもリバプールを撃破したブライトン。その攻撃の中心にいたのは、 またしても、背番号22を背負う、日本代表 MF だった。